てるんですか。今回は私のある余裕のある朝のルーティンから。いつもは時間に追われてバタバタなんですけどね。あ、落ち葉がいっぱい。最近お掃除してなかった。今日はささっと掃除しますよ。こんなにたくさん。あ、ここにも1枚。掃き掃除完了。今度は家の中の植物たち。このエアプランツにも霧吹きでお水をあげます。あんまり育ってるようには見えないけど、これで大丈夫。次は私の朝ごはん。お、ドヤ顔かもめ。哀愁漂う背中がかわいい。この間買ったブルーのキャニスタ、アランモンタ牛のカップにコーヒーを入れて。やっぱり買ってよかった、この椅子シリーズのカップ。朝ごはんになくてはならないこの3つ。そこにバナナをちょちょいと。忘れちゃいけない、毎朝のひとしずくはビタミン D。 混ぜたら次はこれ、ピーナッツバター。大好きなブリオッシュにたっぷりと。美味しかった、ごちそうさま。飲みの市に出かける準備です。今日の飲みの市は友人と一緒、楽しみです。できるね。動画の最後に購入品をご紹介してます。見逃しなく。行ってきます。レンヌ駅到着。この駅がある通りがラスパユ通り。今日はレンヌの駅で開催されているヴィットグルニエに来てみました。ちょっとおしゃれなところだから期待してきたんだけど、どうかな。今日は10度いかないので寒いんですが、頑張って見ていきたいと思います。今回はプロと一般の方が両方出店しているヴィットグルニエ、早速見ていきましょう。一つ目の店はなかなか良いものがありますね。これは期待できそう。素敵なボンボニエールやお皿、そして綺麗なミルクポットたち。トリコロールカラーのこれはどこのかな。ロイヤル、読めない。フランスのものじゃないのかも。でも綺麗。早く先が見たくてつい急ぎ足。お、ここに可愛いものがありますよ。なぜか可愛く見えるお皿立てマジック。可愛いの見つけました。この三つ橋です。これはサルグミンヌアンジュと書いてあります。ちょっと可愛くないですか。で、これとお皿がなんか一緒にありますね。危ない危ない、気をつけよう。はい、こんな感じです。可愛いかも。はい、美しいグラスもいつか揃えたいなと思いながら、なぜか買えないでいるものの一つ。宝物をしまっておきたいような小さな引き出し。さあ、宝物探しが始まりますよ。今回はどんなお店が多いのかな。ボンマルシェも近い場所柄だけど、ここを見る限りそんな雰囲気はちょっとないかも。素敵な絵がある。洋服が多いのかな。洋服が多そうですね。ここはこの通りは通りというか、こう歩道を歩くところなんですが、レンヌの、有機野菜のマルシェが立つところです。今日はその代わりにヴィットグルニエが開催されてます。
このお店の人とお客さんの会話が面白かった。お店の人が何かの素材を説明したら、お客さんが、いいえ、これはポリエステルよ、と。よく見て買いましょうね。このビットグルニエ、革物はお得ないいものに出会えるチャンスが結構ありますよ。ガーデニング用品からライトや絵画まで、ごちゃ混ぜです。パリの美しい建物と蚤の市はとっても似合いますよね。光を反射する美しいガラス製品にはついつい見入ってしまいます。ワンちゃんも一緒に楽しめるのがパリの蚤の市。そしてこれはミニチュア家具のおもちゃたち。おもちゃも絵になるのは大事に使われてきた古いものだから。おもちゃの家具があります。おもちゃの鍋です。かわいい、かわいい、すごい手編みですよ。手編みかわいい、素晴らしい。キャー、かわいい、かわいい、ねえ、かわいい、素晴らしい。かわいいお皿がありました。これです。これなんかどこのかわからないんですよね。なぜか分かりそうでわからない。どこのだろう。これと、そしてこれ、これは分かります。これはジアンって書いて、こんな感じです。はい、はい、コイルがありました。そしてこれは憧れの、いやー素敵。ちょっとこれはどうでしょう、似合いますか？ちょっとパリのマダムになれるかも。素敵。あで、ここにちょっと気になったのがあるんですけど、これはどこのだろう、わからないな。ポセリンオペックドゥ、見えない。後で調べてみたら、これは19世紀のジアンでした。綺麗なはずですね。これもすごい綺麗です。綺麗綺麗。これも欲しいけどなかなか買えないものの一つ。こういうリネン系もすごく欲しいんですけど、いまいちどれを買っていいか分かんないんですよね。で、割とお値段します。でもいつか大きいテーブルクロスが欲しいなと思ってます。これ面白い。ここにあるんですけどね。これは古いマッチ。マッチ、マッチ、懐かしい。ジタン、なんかすごく昔のじゃないですか。今でもあるのかな、マッチって。面白い。これなんか初めてのメトロの椅子なんですって。今お値段かかった650です。ちょっと座らせていただきます。こんな感じ。あんまりコンフォータブルじゃないですけどね。昔の本当のメトロの椅子だそうですよ。面白い。これでガタゴト乗ってたんですね。
ちょっとお尻痛くないですで、ちょっと裏側は、まあ、面白い。こんな可愛い感じですよ。不思議。これが、初めのメトロの、一番初めのメトロの椅子で、その後に、その後に革かな布かな、わからない、あの木じゃなくなったらしいです。だから本当に貴重なメトロの椅子です。650、お部屋にいかがでしょうさあまた先へ進みましょう。コーヒー用のスプーンと角砂糖バサミかな。コーヒーにお砂糖を入れないからは使わないけど、シルバーのコーヒースプーンはヨーグルトを食べるのに使うので、可愛いのがあれば買いたいなと思っています。でも探している時は見つからないのに、なぜか忘れた頃に見つかったりしますよね。可愛い足つきのお皿がありますよ。この鍋敷き、後で買おうと思って忘れてました。一度きりのビットグルミエ、次に出会える日はいつでしょうね。金色のディスプレイが美しいお店。銀のトレイに映るパリの建物。あれは放浪のコーヒーポット。あれもぜひいつかは買いたい。綺麗な赤の布地に置かれていると、なぜか高級そうに見えませんか。そしてこの家具、バラしてしまってあるけど、なんとこれで70ユーロ。コブ手段さえあればとっても快楽。あ、もちろん広い家も必要ですけどね。全部可愛いですこれも可愛いです。売られているものは全て可愛かったこのお店。Le gâteau. Vous connaissez le gâteau que nous mangeons au mois de janvier? Oui, bien sûr. On met une fève dans la galette. Oui, bien sûr. Ça, c'est une fève. Ah, d'accord. C'est trop mignon. Neko. Neko.20年持ってたんですか。ロンドンで買ったバッグ。c'est rare. C'est ça, c'est vraiment une pièce rare. Ça vaut combien? Ça? C'est 35. 日本語を少し話せるこちらの素敵なマダムのお店。まるでマダムのお人柄を表すかのように。とても可愛いものばかり。毎日使えそうなヴィンテージのお皿もたくさんありました。このお皿も素敵。この下には何があるんだろう。可愛いお皿が出てきましたよ。あ、可愛い可愛い。で、これはどこの？リボンサルグミ。どうする？どれを買う？こっち買います。こっち、はい。これも可愛いから。どう？あ、それもいいかも。でも大きいね。それは何用の皿なのかな、ね、でもこれは使いやすいと思います。この楕円は絶対買います、ね、友人はあのマダムの店から
可愛い楕円のお皿をゲット。さあ、また先へ進みます。両側にお店が並んでいる一本の道の飲みの位置は見やすいですね。このスープ入れはビルロイボッホ、あまり古いものではなさそうですね。そしてこのお店でとっても美しいものを見つけました。C'est combien ça? Ça c'est 100 euros. Ah, 100 euros? C'est de l'opaline. C'est très ancien. C'est en fait c'est une ancienne fabrication à base de porcelaine très limpide et d'os. Donc c'est de l'os et de la porcelaine. Ce qui lui donne son aspect vraiment très irisé et transparent. Vous voyez, un peu rose. Voilà. C'est très très vieux. Ça a 100 ans. 100 ans? D'accord. C'est quelle marque? Ah, c'est pas une marque, c'est juste que c'est numéroté et que c'est français. Voilà, c'est fait par, c'est artisanal. Aussi. Oui, c'est pour ça que c'est voilà, c'est une pièce qui est rare dans une salle de bain avec des cotons dedans pour mettre des bijoux, des fleurs séchées, c'est magnifique. D'accord. Oh là. Très très beau. C'est oui. Et non. らしいです。100ユーロ。素敵なコートを発見。そしてこのお店のマダムが見せてくださったのはエルメス。No, look. You have to fix this. Look. You see. You have to have it fixed.Hermès, tu vois. Je pense 4 ans. Les cachemires qui sont vendus en magasin, ils se lustrent. Ah oui. And 202, the same price. But in Paris, this Hermès. $1,400, you know what I mean? Very expensive. Kawa? Sweden. でも大きいんじゃない？ 40 だもん。素敵。ね、素敵。でも40は大きいよ。36ぐらいだ。そうだね。友人はカゴバッグが大好き。本当だ。カゴ。カゴ好き。そして隣にはこのマダムの娘さんもお洋服を売ってました。マダムは娘の方がサイズが小さいから見てみてねと。マダムのお洋服も高級ブランドばっかりだったけど、こちらの娘さんのもやっぱり高級ブランドがずらり。親子で断捨離中なんでしょうね。良いお洋服がたくさんあったけど、どれも私にはお値段が高すぎ手が出ませんでした。残念。そして次に見つけたのがいい感じ、いい感じ。ザラだけどいい。かわいい。また掘り出し物はないかなと進みますよ。これサンタマンです。いかにも飲みの市っぽい感じのこの店、この宝探し感が最高ですね。シルバーのカトラリーのセット、磨けばピカピカになりそう。シルバーは磨いているとだんだんと綺麗になっていくのを見ているのが好き。そしてここで見つけたのがこの鏡。今までずっと銀縁の鏡を探していたけど、結局一目惚れしたのはこのナチュラルな色の木枠の鏡。次はあるカフェへと向かいます。セーブルバビロン駅からすぐのところにあるカフェの名前はエルメスカフェ。
そうなんです、あのエルメスのブティックの中にあるカフェ、本当のカフェの名前はリブレリーシェンダンク。ご安心を、お値段はエルメス値段というわけでもありません。でも使われてるカップはもちろんエルメスの食器。でもいまいち私はあんまり好きじゃない。これは好きじゃない、残念。エルメス様の食器後で見ます、あそこあるけど。うん、エルメスのカフェです。っていうか私あのエルメスの初めて入りました。いただきます。カエビアンなお味でございます。このマドレーヌに添えられているのはまさかキュウリ？どう見てもキュウリ。フランスのキュウリは大きいんです、うん、じゃこれはじゃあキュウリじゃない、もしかしてリンゴ、うん、あそうかも ねキュウリじゃない、キュウリじゃないんじゃないかっていうことなので、じゃあちょっと味見をまずしてみます。キュウリかどうか、リンゴです。あ、やっぱリンゴね。あ、違う、え、なんだろうこれ、リンゴじゃないの、超嬉しい、買ったものご自慢、よかったね。買ってきた鏡を飾るのはここ、この紐をちょっと頑丈なものに変えたいと思います。夫が自慢の船乗りの結び方をご披露したらしく、自ら針金をつけると言い出しましたよ。これはヌードキャベスタン、これはヌマラン、これだと自慢です。いつもこれを結ぶときは自慢します。その結び目を港で見つけては、あれはヌドカベスタンだと言ってますからね。でもその針金じゃ無理じゃないのかな。Non mais là c'est trop long. Non non, c'était pas fait. Ah bon? Oui. Non, c'était un peu trop bas. Comment ça? C'était un peu trop bas. 夫はもっと短い方がいいと言い張ってます。C'est le moyen de marlin. Non, ça, c'est, on ne peut pas faire de marlin. C'est trop rigide, ça ne marche pas. Bon, en fait, ce qu'il faut faire. Je m'en doutais. Il y a pas les harignons qui ont été faits. C'est ça. Ça marche? 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 Ça marche?高さを調節できるようにしました。次は小さな鏡をたくさん見つけて、この鏡の周りに飾りたいと思います。こんにちは、ポネです。ようやく髪の毛を切りました。ちょっと伸ばしっぱなしで、早く切らなきゃ切らなきゃと思いつつ、なかなか切れなかったので、短くなって軽くなってすっきりしました。今回行ってきたヴィトグルニエは、ご存知の方も多いかと思うんですが、ラスパイユのビオのマルシェがあるところで開催されたヴィトグルニエでした。あのヴィトグルニエは私は初めてでした。そして今回はパリ在住の友人と一緒に行ってきました。場所柄ですね、やっぱりお洋服などは高級なものが多かったです。ご存知の方も多いかと思うんですが、私はずっと金縁の鏡を探していました。でも今回見つけた鏡は金縁ではなくて、木製のナチュラルな色の縁で、少しだけ上に金属の細工がある、割とシンプルな鏡です。もともとはもう少し暗い色の、
ニスが塗ってあったんだと思います。それがすっかり剥げてしまって、あの今の感じのナチュラルな木の色になっているようです。で、あの一緒に行った友人も私の家の感じに合うんじゃないかということで、買ってきました。そしてもう一つ買ったのがこのザラのコートです。このふわふわのコート、暖かそうで、あの日はとっても寒かったのですぐにこれが目に留まりました。そしてこの色が、あのピンクなんですが、ちょっと薄いピンクでベージュ系のピンクかな、あの普段は買わないような色味のものを、買ってみました。本当に私がこういう色を買うのは珍しいです。こんな感じです。ちょっとカジュアルに表に出るのにいいかなと思ったんですが、どうでしょう。そうして最後に行ったエルメスのカフェ、私は高級ブランドには全く縁がないので、ああいった、お店に入ったのは生まれて初めてでしたなのでちょっと一人では絶対に入らなかったと思うんですが、たまたま友人と一緒だったので、その機会に行ってみました。中に入ってみましたらかなり人がいました。で、元あそこはプールがあった場所なんだそうです。なのでとても広くて開放的で、ちょっと私がイメージしてた高級ブランド品のブティックという感じよりはもっと入りやすいところでした。で、そのブティックの中にあったのがあのカフェです。まあ、コーヒーの味は普通のコーヒーだったんですが、中でいただけるコーヒーっていうのもかなり貴重な経験なんじゃないかなと思います。あちらにいらしたらぜひぜひ立ち寄ってみてください。そして今回も日本からいらしたというカップルの方に声をかけていただきました。ありがとうございました。とっても嬉しかったです。また次の動画も楽しみになさってくださいね。